ランクの現地に出す。ナイスガイスガイです。本日の企画は、おい、クイズストラックアウト。イエーイ。9つの選択肢があるクイズを出しますので、おー、よくできてる。答えだと思う番号のパネルを狙ってボールを投げてください。はい、ボールが当たった番号がプレイヤーの答えということになります。なるほどなるほど。5問出題しまして、正解の多い方が勝利となります。おー、やる気すごいやん。やる気すごい。俺はクイズの方で正解を狙うし、菅井さんは俺が投げてるところを見てコントロールで勝とうとする。そういうことですよね。ということでやっていきましょう。よし、それでは早速第1問参ります。はい、問題。ベースボールを野球と命名した人物は誰？おー、選択肢はこちら。ママン。お、お、真ん中にいい男がいますね。いや、2番の1でしょ。3番もいい男がいますね。3番のこといい男って言ったやつ初めて見た。よし、はい、ここです。記念すべき僕が高校生クイズを2回目に優勝した時のウィニングアンサーですね。これはもう間違いないんで、一発当てに行きましょう。それでは、皆さん、第1問、お願いします。よっよっ、あ、そんなことある。コントロール。じゃあ、菅井君の挑戦いきます。選択肢は、僕は菅井さん、お願いします。はいよ、へい、ビャー。変わってるじゃねえかよ。決めるぜ。これは間違いがちですが、チューマンカナエが野球する単語を作りました。あ、そうなんだ。はい、1問目は伊沢さんの正解です。ゲッ、いや、こういう企画じゃない。俺はもっと当てれるはずなんだけど。すげえじゃん、全然かっこ悪くない。第2問、問題。エルバ島とはどこの国にある島？おー、エルバ島。選択肢はこちら。エルバ島、いきなりすごいですね。すごくな。5番は嬉しいっちゃ嬉しい。天竺みたいなこと書いてある。菅さんは5にないことは証明できないじゃないですか。5にやってたら正解。あ、同じ名前の島だね。そうですね、天国にあるかもしれない。エルバ島ですね、まあ、ナポレオンゆかりの島ですからね。狙いはズバリこれ。いえ、あー、これ当たった。絶対1投目それじゃん。これとこれとこれの方あるじゃん。そことりあえず1回は当てよう、まずな。いきます。ちょっと弱く投げてるから当たんない気がしてきた。ビシッといった方がいいよ。ビシッといくか。いくぞ。おら、よし、当たった。おー、いいな。カナダ。違います。違います。違うだろう。8番。8番。中国。違います。知ってる。行くぜ。行きまーす。ほっ。よし。いいね。よし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 。9番。メキシコ。違います。違うんかい。行くぜ。そうか、分かった。なんであいつアーチずっとアーチで外れてるのか分かったの。1を7狙いだろ。いやー、英語っぽくないから。エルバトイタリアにしよう。イタリア7番。ほほほほ、よーし、はい、よーし。7番イタリア、正解。やったー、イエーイ。俺間違った。フランスって予想してました、ね、エルバトは何か。エルバトはナポレオンが1回目に当たってる。はい、確か。うわー、問題。20年前の1999年、流行語大賞に選ばれたのは？おー、むずいな。5番じゃないわ。5番じゃない、真ん中当てちゃいけないっていうゲームだこれ。そうですね、真ん中ではなさそうな感じしますね。
ゃこれ難しいな。足立由美さんもいるじゃん。そうですね。そうだねって言えや。そうだね。もう全然ごめん。おっあー大東伊沢さんの今の取れ方を見てさっきと一緒じゃんと思ったのね。負け。これかこれ狙っていきます。はい、よし、ほっ、よし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 、7番タッチの違います。違うんかい。入れるとこからまずは、全部埋められて、なお、なお俺決められないんだよ。1じゃないんだ。ずーっと俺は5番を狙っていたんだ。あ、そうなの。いけた、これで終わりだ。もう5番です。狙います、いきます。あー、ここまで来たらストラックアウトの能力しか取られてない。俺たちは今何を戦っているんだ。もう全く分からない。決めろ決めろ決めろ。よっしゃー、5番大学正解。うわっ、終わったー。終わってる、あと1問ある。大学っていうのはもう分かった。あ、大学何年生か。大学翻訳戦。翻訳戦だ。疲れ切ってる。もう2対2になりましたので、はい、最終問題でございます。はい、それでは最終問題です。はい、マーガリンの語源マーガライトはどういう意味の言葉。 OK、 おー、選択肢はこちら。高評価、チャンネル登録、コメント。答えはいつも分かるんだよ。はい、ってだけは一発で決めるぜ。
これかこれでいきます。で、やつが投げた方向もそういう感じだったので、まよし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 、6番柔らかい、6番柔らかい、違います。違った。今普通に気づいたんだけど、マーガライトって言ったね、石の名前な感じがしてきた。なんとかライトっていう石いっぱいあるじゃん、鉱物の名前としてね。だからこれか、これ宝石の仲間みたいな感じかなとか思い始めた。よし、4番天然の金塊、違います。違うんです、あの可能性を今消してるとこだから。今やる、はい、王さん、王さん、王さん、3番真珠、正解。あー言ったじゃん3番に変えるって1本遅れましたいや、ナイスコントロールということで、勝者は伊沢さんです。はい、もうよし、ほど投げたね、やばいね、100球ぐらいいってる気がします。 WBC なら降板だよはい、ということでね、今日はね、トラックアウトやってきたんですけどね、僕の濃紺がひどかったという、僕の濃紺のせいで非常に時間がかかっちゃった枠には当たってたような気がするんだけどね。さすがにさ、枠には行ってたんだけどね。はい、だけでということで、はい、ということでね、面白い結果セッターからいい勝負になったんじゃないということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、ツイッターのフォロー、そして、我々のコントローラーへの具体的な指導をよろしくお願いします。それではさようなら。はい、今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。